にちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。イスラエルをレンタカーで旅しています。昨日に引き続きイスラエルの南部地方を巡ります。視界の南西の地域は砂漠地帯です。それではどうぞ。5月20日視界の近くの宿でしたが、ダニに刺されて寝れませんでした。さっさと退散しましょう。20箇所以上刺されました。せっかくのオアシス都市なのに残念です。今更ですが、リゾートホテルにすればよかった。一旦ベールシェバ方面に走ります。それにしてもイスラエルの南の方面はこんな不毛の地だとは想像だにしていませんでした。マムシトに来ました。ネゲブにある荒涼の道と砂漠都市群の一つとして世界遺産に登録されています。航空写真がありますが、まさに荒涼たる風景です。昨日と同じように灼熱の太陽が照りつけます。ナマテア人が荒涼の道沿いに築いた町の一つです。ほとんどが瓦礫と化しています。塔の一部が残っています。そこからの眺めです。ビザンツ時代に建てられた西の教会です。その床のモザイクがよく残っています。市場と呼ばれる場所です。裏には枯れた渓谷が続きます。初代イスラエル首相のベン・グリオンが政治家を引退してから住んでいた奇物での家があります。今回はパスします。世界遺産ネーゲブにある荒涼の道と砂漠都市群の一つアブダットに来ました。先ほどはマムシトでした。遺跡は丘の上にあるようです。昨日のマサダを思い出します。行くのをやめようかな。ビジターセンターに荒涼の道と砂漠都市の地図があります。アラビア半島から現在のヨルダンのペトラを経由し、地中海に抜ける道です。その荒涼の展示もあります。丘の上に車で行けると言います。大将が列をなしているモニュメントがあります。ここは紀元前3世紀頃にナバテア人が建てた町の遺跡です。2世紀にナバテア王国がローマ帝国に併合された後も、7世紀にこの地がアラブ人に占領されるまで繁栄を続けました。周りは砂漠が続くだけの場所です。次に密閉ラモンに向かいます。展望台に来ました。その形からラクダ岩と言われています。そこからラモンクレーターが一望にできます。1億年以上も前の地殻変動と雨水の浸食作用によって生じた窪地です。ベールシェバ方面に向かいますが、事故です。私も気をつけなくてはいけません。ベールシェバの標識が見えてきました。世界遺産聖書ゆかりの異教群
メギド、ハゾル、ベールシェバのベールシェバです。5月18日にはメギドに行きました。小山の上に作られた遺跡です。紀元前10世紀から紀元前7世紀のもので、旧約聖書の時代に重なります。ソロモン王の死後、イスラエル王国から分離したユダ王国の重要な町の一つであったらしい。展望台からの眺めです。テルアビブ方面に向かう途中で休憩します。偶然ですが、昨日給油したサービスエリアです。食事はずっとこんな感じです。次にマレシャに向かいます。世界遺産にユダヤ低地にあるマレシャとベト・グブリンの洞窟群、洞窟の大地の小宇宙として登録されています。ここは一言で言うと洞窟都市です。ユダヤ低地の柔らかい石灰岩層に築かれた3500以上もの地下洞窟が存在しています。当然表からはよく分からず、狭い入り口を入っていきます。広い地下空間があります。ここマレシャはローマ時代やビザンツ時代に大いに栄えたといいます。まるで地下都市の様相です。マレシャの丘に来ました。見晴らしはよくありません。洞窟に番号がついていて、順番に巡るようになっています。5番洞窟はジオイルプレスケーブと言いますが、まさにその通りの施設です。7番洞窟です。ザ・メイズケーブ、迷路状の住居跡のようです。8番はザ・シドニアンケーブです。現在レバノン領であるシドンから移り住んだ人々が作った洞窟墓です。その色鮮やかさが現在まで残っています。11番はザ・ベルケーブスです。自然の洞窟のようです。上からの雨が釣り鐘状にうがっていったのかと思われます。自然はさまざまな造形を作り出します。宿に向かう前にビールを買います。今日の宿は離れ風です。今日はダニ大丈夫でしょうね。このビールアルコール度数が 9.2% です。ちょっときつかったです。視界の宿を出て、世界遺産ネゲブにある荒涼の道と砂漠都市群のマムシトとアブダット、聖書ゆかりの異教群ベールシェーバ、ユダヤ低地にあるマレシャ洞窟群を巡りました。いかがでしたか？イスラエルの南は砂漠地帯とは思ってもいませんでした。明日はテルアビブでレンタカーを返し、エルサレムです。ご視聴ありがとうございました。